西尾忠だ西尾忠だは日本の探偵小説家。作品はすべて短編かつ回帰小説的な作品である。代表作に骸骨、海蛇、青いカラスなど。1907年12月12日、東京府東京市本郷区に亀の小男子の製造で知られる西尾商店の一族として生まれた。慶応義塾大学経済学部に進学し、 卒業後の1934年、雑誌、プロフィル6月号に、陳情書を発表してデビュー。ただし、同作は発表直後に発禁になっている。その後も、プロフィル、新青年などの雑誌に、コンスタントに短編を発表し続けた。太平洋戦争中は沈黙、戦後には、執筆を再開している。米国のパルプマガジンに取材した衣作なども、発表している。 1947年雑誌、真珠11.12月がペーゴーに掲載した、墓場は、ハワード・フィリップス・ラブクラフト作、ランドルフ・カーターの陳述に着想を得た作品であり、やや変則的な形ではあるもののラブクラフト作品が、初めて、日本語化されたものである。東は本作を、回帰への強熱ぶりにおいて、愛にた資質を有し、方や、ビアード・テイルズ・方や、 新青年という怪奇小説のメッカとなった雑誌を舞台に太平洋の志願と悲願でほぼ同時代に活躍した両作家の奇跡がこの本案作品において工作する次第は何やら運命的なものをすら感じさせますと評価している。この他に AW カプファー幻想の薬を下敷きにした幻想の麻薬 WF ハービー炎天をもとにした8月の狂気がある。 1949年3月10日、結核のため鎌倉で死去。41歳。ありがとうございます。